こんにちは、ブルーホースです。ということでね、マリオパーリー、31歳のおっさんが懐かしみながらですね、やっていくミニゲームパーリーパート2ということでやってまいりましょうかね。はい、ということで、早速なんですけれども、まずは発掘ハッスル、稼ぎになったテレサたちを発掘しましょうということですね。はい、どれだけ綺麗に掘るかなんですけど、いやー、いけるかなあんまりこういう、あ、で、全然テレサじゃなかったね。ゆっくり棒だったね。よし、行こう。こういうのはね、慎重さが求められるんですよ。で、なんかね、なんとなくの球、下手くそすぎるやろ。もう右上壊滅的やん。終わったー。よいしょ。こういうの感覚。でね、あんまりね、内側を削るよりはね、あの、線を、ちょっとね、外側を削った方が、なんかちょっと、加点ポイントが高かったっていう記憶があるけど、あ、これちょっとまずいな。78点とかなんか、すっげえ微妙な数字出そう。あ、え、嘘。3点間ちょっと出てこい。嘘やん。ありがとうございます。なんか、思った以上の評価をいただけたので、あの、私、大変満足でございます。もうこれで十分じゃないですかね。いや、気持ちいい。ということでね、はい、あの、今の98点すげえよっていう方はですね、あの、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ということで、穴掘りマリオ、サクサクってやっていきますよ。まあ、あの、大体ね、一つのパートでね、あの、二ステージくらいできたらいいかななんて思ったりもするからね。何せね、最終ステージにとんでもないものが待ってたりするからね。土を掘る。矢印パネルで、宝箱のある方向を指していますと。椅子に座りながらやるゲームなんて初めてだからなぁ。とりあえず、普通に掘っていくか。おー、やらら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 らこのゲームはなんかあれだね、うん、あの左手を犠牲にしたおかげか、なんかすごいこうぬるい方向にゲームが走ってくれてる気がする。よし、じゃあ続いて、あー出たー、これパートナー次第なんだよな。これ超合わせにくいんだもんな。右左とか言えないもんね。右左2人同時に倒さなければ、あ、焦り結構倒さなければ滅んでしまいます。この粗い感じのドット好きだな。早くない？右。やばい、超ギリギリ、超ギリギリ。負けるな、ドンキ。歩みを止めるな。二足歩行でも負けるな。ちょっと待って、結構ギリギリだな。これあれかな？もしかしてそのゲームレベルが、なんかこう連続クリアすると、なんかこう、今まで弱いだったのが普通になって強いみたいな、そういう。CPU をコントロールするような、なんかあったりする、うん、またあれですね、とにかく回しましょう。また手がなくなります。あの、厳密に言うと手の皮膚がなくなります。俺の皮膚よ、ちぎれ、おしょ、前回に引き続きですね、筋トレ用に使ってるグローブをはめながらやっております。はめはめしながらやっております。いい感じだね。マリオ、手袋はしながらやった方がいいよ、俺みたいな。これ意外と結構ね、難しいんだよな。ジャンプのタイミングが早くても遅くても落ちていくっていう。グラグラと乗る、倒れるパワーをジャンプでやっていきましょう。ジャンプしてください。これしかもね、あの、ミスるとさ、あの、ジャンプするタイミングをミスるとさ、あの、ジャンプしないでそのまま、あの、崖に突っ込んで落ちてっていくみたいな感じになるからね。へぇ。OK。これは、あー、こっちだな。あ、うまい。うまくて安くて早いよ。オッケー。慎重に。ちょっと早かった。あ、うそ。遅くても早くてもダメ。ジャストタイム、ベストタイミング。来た、うらー。一発クリア。ちょっとしたホラー演出感もたまらんくて怖いよね。よし。16コイン。そう、17コイン欲しかったなー。じゃあセーブしましょう。リモーバーになったら元も子もないですからね。よし、増えた。残り人数に注意して進んでくださいね。いや、大丈夫です。あの、スタートしてから順調に増えていってますからね。洞窟の入り口。で、あー、オッケー、スライドボブス。あー、
これパートナー次第でもあるもんなかな。あ、ニューレコード出しましょうか。2人ずつ仲間になってボブセレで競争です。横上スピード、あそうなんだ。普通に乗ってる時も上とか下とか押すことでスピードアップダウンあったんだね。はい、パネルにあるとボブスレーがスピードアップします。さあこれは果たしていかに。ちなみにこのタイミングでもあの前に倒したらいけるのかな。おー、ちょっと待って、相手の方は早いぞ。ちょ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 、ドンキ君本気出した。インを攻めろ、インを攻めるんだ。インオッケー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 。あとはもう相手の画面を見ながらこう抜こうとしてきたらこうやって妨害するっていう最悪最低の行為をしなきゃいけない。あ、ちょ待って、そんな横抜けずるい、横抜けずるい。オッケー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 。よし、シュー、壁にぶつかるな。で、はい、気持ち右。オッケー、もう一回。シュー、さあもう相手との差はだいぶあれですね、あのスイカ3個分くらい空いたから大丈夫だな。で、こっち。左。最後の方はね、あのね、壁が急にね、なくなったりとかするから、気をつけて。で、ここは真ん中。どっちかによるんじゃなくて、真ん中。ショッケ。最後。右。壁にぶつかるな。最後の最後抜かれんだから、こういう時は。あー、1分切れなかったか。遅いな。よし、オッケー、クリア。この壁に、ドン。これが本当の壁だ。あ、これもニューレコードにしてくれるんだ。ありがたいですね。してるてるてれん。てれてれん。相手から5コインずつ奪っていく。あー、これか。ゲーム自体はシンプルだけど、これ意外と連打力が大変なんだよね。B 連打で逃げてください。わー、これ64だったらな、もう間違いなく指ガチャすんのにな、爪ガチャか。はい、OK、空中でコインを取ることもできます。これこの連打でいけんのかな。よし、まあやるだけやってみっか。レディーゴー。よっしゃ、これほんとやばいよ俺。よし、いけ。 PC は最後までなんとなくね、生きてっかんなこいつらな。よし、ほっ、がめつい。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、今なんか急に失速したよね。今 B ボタンが急に発動しなくなったんだけど、どういう状況。きれいにあの床の中に沈ん、じゃあのマグマの中に沈んでったよね。シューって、これがあれか、リモートコントローラーの罠。通りであれだ。なんか連打してるのに。あれ、ちょっと待って。え？何？ボタンを早く押しすぎたら逆に反応してやんねえからなっていう。おめえの席ねえからっつって落とされてんのかこれ、おい。なんでこんなところでこんなにあの、けつまずくと思ってなかった。ちょっと待って。タムちゃん、落ち着くんだ、おめえ。気を取り直してですね、あのスイッチとなんだっけ、コントローラーの間に遮蔽物がないような状態にしました。今までね、あの僕の体のね右側にあったんだけど、あの左太ももの上にね、コントローラーを置いてたから、今ね右太ももに置いてね、遮蔽物が何もない状態にしたんで、多分大丈夫なはず。まああれだ、勝手にドンキーがあのやってくれるよ。よし、行こう。ほい、右。あ、ドンキーありがとう。いいね。あれ、ちょっと相手の方が速くね。いいね。シュ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 。最後のなんか。
よし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 わずかにリードわずかにリードよし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 確か小学生の時に出したのは31秒だか2秒だったけどまあブレーキかけた分仕方ないねとりあえず今回クリアが目的だからやばいまだね寒い季節のはずなのにさ汗だくなんだわ今よしよしよしあなんだかんだねあもうおっか4-4あじゃあ今日ワールド5までやっちゃうやっちゃおうかねこれね小学生とかさ幼稚園生がやるようなゲームじゃないのよ移動でヒップロップは別にぶつかればいいだけなんだけどさ誰がね一番最初に動くかっていうこのゲームをちゃんとねできるようになるのまですげえ時間かかったからなあれあいつかよし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 よかったよかった。なんか最初全然違うやつが、なんか、あれなんかまとまって動いてなかったの他のやつがさ。まあまあまあ、クリアできりゃなんだって問題ないんで大丈夫です。よし、オッケーオッケー。順調ですね。何のひねりもない、何の、なんかこう、特別感もない感じでやっちゃったけど。よし、じゃあ、これ、こっち進んでっていいのか洞窟の外に出ると。あ、ですよね。とりあえずまあセーブだけしとこう。セーブしました。よし。じゃあ、ワールド6からまあ難しいゲームが増えてきますっていう話なんだけど、一旦戻ってワールド5クリアしていこう。ワールド5まででなんとか20分以内に収められそうかな。これでね、全ミニゲームは多分やり尽くせるはずだから。あ、本当はね、ミニゲームじゃなくて、これ一番好き。ミニゲームじゃなくてね、パーティーゲームの方をクリアして、見られるね、エンディングが超感動的だからね、みんなとそこをね、一緒に楽しみたいなと思ったりするんだけど、あ、でもね、これ好きだって言ったけど、果たしてうまくできるかって自信がないよね。あの時の感覚覚えてないからな。行くって。あ、そう。来ないじゃん。ちょっと待って、来ないぞ。来ないぞ。今です。あ、ちょっと早かった。あ、やばいやばいやばい。ちょ、早かった、早かった、早かった。ちょ、待って、今です。あ、また早かった。あ、待って、あ、ちょ、待って。あ、そして目の前に10コインが落ちていく。ちょ、もう、小銭稼ぎ、よし、手前来ねえなぁ。オッケー。これで10コイン、あと20コイン。よし、あ、来た。早い？オッケー。あと1つ。なんかこれで30コインしか稼がれへんとは。あ、今です。よし。あー、これでなんとか。あとはもう、ちょっとでもコインを、小銭稼ぎ。間に合った。あぶねー。このゲームは、最低60コインは、稼がないと、無駄。うん。だから、あれだね、小学生の時の自分よりも下手くそになったね。あ、はいはいはい。これまだね、マリオパーティー2よりはマシなんだけど、コンピューターがどのくらい残るかだよな。A 方が上げる旗、A が、あ、ちょっと待って。A が白旗、B が B。ですね。OK です、OK です。じゃあ、右手が白旗で、低い。あんまり手を分けない方がいいのかもしれないけどね。落ち着くね。ああ、まあまあ、なんとなくワリオは一番最初にいなくなるだろうなという気がしてたけど。あ、やばいやばい、よそ見してた。危ない。ほい。よし。待って、ルイージのギャンブル加減が半端ねえ。よし、あ、ちょっと早っ。早いというか、なんかもう、ちょっといい。はい、さよなら弟よ、漂流しやがれ。昔なんかマリオパーティーの4コマ漫画でもっとこのゲームに刺激をつって全裸になったマリオがさ、上げてない方の旗で股間を隠すみたいなやつがあって、無条件にロープを切られて漂流してるやつがなんかあったの。これ結構運要素強くね。
人だけ、一人だけ生き残るとなんですよ。そしてばっかりになると、時々交わしていきましょう。と、4人の時はいいんですよ。1対1になったって辛いよね、これね。うら、うら、うら、落ちろ、姫。落ちろ、落ちろ。オッケー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 。シュ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 シ黄色バナナ、黄色バナナ、黄色バナナ。ちょ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 、追いかけっこ追いかけっこ。よし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 。あ、ちょっと待って、勢いが足りん、勢いが足りん。勢いが足りないところからの、あ、無理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 。やばい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 。おい、こい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 。あ、ちょ待って、お前、無難なプレイしばっかしやがって、この野郎。ほら、ほら、落ちろって、落ちろって、あと1秒。あっちさ、おばあ、な、20ばっかかけてきやがって、このおで、ぽっちゃりきやべ。脇道一族。うこればっかりはなぁ。ちょっとまとめてなんか、こう、高みの見物でもしてたいなぁ。まさかここでつまずくか、なんかその、まさかここで、嘘。まずはちょっと3人で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 。あ、嘘、またお前か、またお前か、秋道、秋道一族で振り向くのが早いんだって。あ、こい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 、てめえこの野郎振り返んじゃねえよ、この野郎。こうなったらもうあれだよ、持久戦だこの野郎。あ、やばいやばいやばい、おら、おら、おら、持久戦この野郎。逃がすか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 。あれ、なんか地味に押されてない、体重のさ、これ。あ、べべべべ、おおおおいしょおいしょおいしょ、ういほら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 、地味プッシュ、地味プッシュ。くっそー、またかこの体重ポンコツ野郎。なんだポンコツって、なんかむしろ体重軽そうに聞こえるぞ。ちょっと待って、むずくねえかこれ。まだワールドコー 1,2,3,4,5,6 ちょっと思った以上に長いステージになっちゃいましたね。まあ仕方ない仕方ない。よし、もう一回。もう一回。あろう。あれ、ちょっと待って。あれ、体重重すぎる説？Wになった？てぃ、てぃ、てぃ。てぃ。このあれだね。あの、CPU との戦いのいいところはあれだね。あの、あれ？なんか自滅してたぞ。あー、またこうピーチか。ピーチとマリオ比べたら、こうピーチの方が重いからな、体重な。あー、スカートのことで言ってるんだけです。あなたの本当の体重のこと言ってるわけじゃないです。お、やめてください、やめてください。そう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 。あー、押さないでー、プッシュしないでー。あばよ。うらっ。この逃げよ。この野郎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 。あ、もうちょっと端っこ行けよ。端っこに詰められて壁ドンされたいだろ。よし、うら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 あ、また首になってる。なんか別のやつ戻ってきた。ちょっと先にさ、この黄色い悪魔をさ、ぶちのめさなきゃいけない。ちょ、やばいぞ。これ、沼ってる。ガチ沼や。コーヒーを飲んで、ちょっとつこう。ただいま、夜中の12時10分。昼じゃないよ。夜中だよ。よっしゃ、おら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 、ピンク、まずは体重重いやつから落としていくのが定石。待って、ちょ、これまずい、非常にまずい、非常にまずい、非常にまずい。
そうそうそう、混戦に持ち込んで、混戦に持ち込んで緑を、緑緑緑緑、あれちょこれまたまずい、これまたまずい。おお、いいね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 、さすが私の下僕だ。へいへい、よし、下僕がご主人様に逆らうんじゃないよ。めっちゃこいつびったりついてくる。ほっ、へい、あ、やばい、つくのがし弱かった。ギギ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 、ぬんぬん、よし、今です。嘘やん、今ので落ち着いてくれよ。ギリ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 、よしよしよし、あ、やばい、これもうちょっとこう滑って落ちてくれへんかな。あー、待って、残り1人になるっていうのがむずくない？もう参加せずに3人でなんかもうボコボコにやられ、なんかやっぱこう HP とかつけなあかんと思うねんな、別のゲームになっちゃうけど。うん、あとなんかマジックポイントでさ、なんかメラとかさ、ギガンテとか打てるようにならないと。ギガンテ打ったら自分も死ぬか。あ、また戻ってきた黄色ヤクマ。よっしゃら、やってい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 って、あ、やばいやばい、これ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 、あ、やっぱ一番軽いやつが終わるな。よし、おう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 、追いかけっこさせといて、二人でやらせといて、二人でやらないか。よし、オッケー、これを、ほっ、あ、やばい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 、体重、やっぱ体重あるやろ。なんでこうさ、マリオとワリオが拮抗してさ、逆の立場やった時はワリオ落ちへんのにさ、マリオの時だけ落ちんの？これ体重あるやん。悔しい。ちょっと待って、このステージで何回やられてる俺今。仕方ないね。まあ、まあ、ここをクリアしない限りにはワールドクリアできないですからね。まだ残ってるゲームがあるとかってなっちゃう。逆サイドからお城乗り込めるんだけどさ。よいしょ。ちょ、黄色落とせよ。な、そこで諦めんな、緑。あ、ちょっと待って、あいつ。ほら、嘘やん。体幹強っ。待って、こんなに生き残るとは思ってなかった。ちょ、よし。そうじゃないでしょ。あー、何この三つどもえ。やばい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 。2対1になったらやばい。うそ、3人残る？こんなことある？最後に奇跡起きへん？ほんで俺が落ちるという奇跡いらんて！マジか。これはやばいな。どんどん悪化していくぞ。収録時間が23分超えちゃったよ。いやー、やばいな。お、あ、嘘、よしよし、危ない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 、ほら、もうこうなったらもう粘る、納豆以上に粘るよ、オクラバリ粘るよ、ほらよし、いけ、今や、負けんな、ちょっと横に力をいなすな、よっしゃー、力任せー。結局こういうゴリ押しが強いんすよ。いやー、何回ここでお亡くなりになった？俺のあれですよ、あの理想ではですね、あの最後に残機が50になって終わってると思ってたのに、もう17に減っちゃったよ。いやー、ちょっと中途半端なところなんだけど、ここでまさかのね、10分近く、やることになると思ってなかったから、まあまあ、あのね、余分に3ステージやってるからということで、あの一旦ね、ここでご容赦ください。こんな長くなるとはね、思ってなかった。はい、というわけでね、一旦セーブしてこの辺りでね、終了とさせていただこうというふうに思います。ということでね、前回のね、セーブよりもあの残機減ったのは気のせいということでね、次回ここのね、なんだっけ、お宝、いや、素潜りマリオからね、進めてやっていきたいというふうに思います。ではまた明日お会いしましょう。チャオ。